はい、皆さんお疲れ様です。今どこにいるかと言いますと、タクシーの中にいます。今からどこに来るのかっていうと、韓国で絶世の韓国女子とデート紹介します。あ、美女です。ただのおっさんです。美女は嘘で、韓国の友達のね、すみーん、ちょっと3人であの動画を撮りに行こうかなと。遊びに行くんやったら動画回そうかなじゃなくて、みんなは結構ね、みんな行かへんもんね、結構。そう、日本のメンバーは。そうですね。そうですね。まあみんな疲れてるしね。疲れてますね。そうそうそう。しかもタクシーで1時間かかるしね。1時間。そうですね。YouTuber としてはさ、やっぱ行っとこうかと。とりあえずソウル行って、ちょっとブラブラして、最終目的地は PDK。 本当はダーツショップ行きたかったんやけど、ダーツショップないって言われて、 PDK っていうとこが一番なんかダーツグッズがあるよみたいな。だからあの、その韓国のダーツこんなあるよみたいなのを取れたらいいなと思って、1時間かけてソウル向かってるんですけど。はい、まあじゃあ今日も張り切って行きたいと思います。なんで韓国はダーツショップがないの？多分、店とかやったら、うん、あのお金かかるから、うん、だいたい韓国のプレイヤーは、うん、ネットで買ったりします。普通は、あれが普通です。ずっと渋滞してる。渋滞の模様をお届けね。やっぱ試合終わった後の長距離移動しんどいね。そうですね。これ何をやってんの、このデモは。政治的なこと？はい、政治的なこと。じゃあもうやめよう、 YouTube。 あ、はい。むっちゃ人多いやん。これどこ？광장시장という東대문に近い場所。東대문に近い場所です。今あの中入りましょうか。中で食べるらしいですよ。はい、中で食えるらしい。チヂミの盛り合わせ、肉の刺身、手長だこ、ユッケ、確定ですよね。あのタコ食おうよ。タコいっちゃいます。踊り食いですよね。でもね、タコだけじゃなくてユッケの上にタコが乗ってるバージョンもあるらしい。正直に言うと外国人ってあんまり好きじゃない人もあります。絶対辛いよ。シソよ。あおなんか来たけど、これ何？先の汁みたいな、牛と、あ、日本語で何だっけ？探してみます。これ、あの食べるやつありますか？このまま衣の脇下に当てる布切れ。全然わかんない。全然わかんない。それはあの食べ物ではない。あ、そうですか。食べ物じゃないです。布切れ。これじゃあちょっと食べてみよう。どうぞ。頼んでなくない？こんなん。いや、普通に入れてます。お通し。お通し入れてます。へぇ、どうですか？めちゃくちゃテールスープ美味しい。あ、やっぱテールスープですね。美味しい。美味しい。生きています。もう本当だ、動いてる。チャレンジ。混ぜる？混ぜます。ユッケと一緒に出てくるの初めてやな。むっちゃ動いてるもんね。ましょう。卵をね、これをこれとか
これにつけて食べてください。動いてますね。動いてる。やべえ。食っていいですか。いってみて、いってみて。食える。少しつけて、ね、はい、あ、ちょっとユッケが、ユッケが取れない。あえ、おいしいっす。普通やな。普通に。おいしい。あ、いいっすね。聖子さんからのチャレンジになります。箸に吸盤がつきます。箸から辛い。あー、え、どうですか。おいしい。よかったです。ケールスープの味がちょっとする。おー、落ちちゃいました。おいしい。おいしい。これ2枚頼んでたんですけど、一番上のあれはサービスみたいなやつ。あ、そうなんだ。はい、チヂミ。チヂミです。チヂミなんかもすごい薄いよね。日本のあの薄い感じじゃないな。あ、めっちゃ美味しいね。一枚で腹いっぱいならん。いや、なりますよね、これ。日本でさ、チヂミってさ、はい、もっとなんかつまみやな。つまみですけど、これもご飯よね、完全に。食事ピザみたいな。あ、そうそう、ピザみたいな。すごい人やな、しかし。まあ、大体でもなんかおやつ系は売ってるもん一緒だな。うん、活気あるね。あれさ、なんか豚の顔を丸々煮込んだやつじゃね。そうですね。やばいや、ちょっと見てみよう。千と千尋でしか見たことない。これ絶対豚の顔をさ煮込んでさ、そのまま切った感じやん。ちなみにこれですけど、とりあえず全部辛そう。あー、確かに辛いっす、全部。はい、こう高級。ちょっと高い。はい、生レバーと生鮮こんだけ入って1600円。素晴らしい。あのモンドも世界遺産だそうです。ここはな、何をするとこなの。知らないっす。私も初めてです。先祖に対する敬意の何がしみたい。ものすごい気になってんけど、なんでここだけちょっと膨らんでんの。別にここ膨らまさんでよくない。ここなんかちょっともっこりしてんのなんか嫌ですね。気になる。シュールやな。はい、明洞やってきたんですけども、これさ、お肉、まあいっぱいあるんですけど、カンジャンケジャン、はい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 、しかも外でできるっていうね。もうこんなバーベキューやん、もうやばいやん。え、絶対うまいやん、こんな。外はえぐいやろ、反則やろ。相変わらずやね、この屋台の感じ。すごい人。たい焼きの縁付き、はい、なんかの卵、エビ、やばい、たこ焼きや。たこ出てもうてるやん。卵焼き、エビとカニ。あ、カニ、なんかちっちゃいやつね。あ、これ羊や。羊ね。でもホットって書いてある。カキ、干し柿、明洞餃子。でかいな。あ、これよく見るやつ。
これ絶対打ったらあかんやつだと思うねんな。スターバックスとかさ、ジョーダンとか、これ絶対あかんやろ打ったら。これも刀削麺、ドラゴンボールシュプリームはもう絶対あかんやろ。すごい堂々と売るよねこういうの。オフホワイトにしてるし、こんなとこ売ったらあかんって、ほんまに。ポークベリー、せこいて、これこの看板えぐいて、やばい。ハッピーマッサージ、まあ名前がやばいな。おい、どこでもあるやん、ええとこやな。怖ないこれ。俺知ってる、おばちの化粧水がいいってことは知ってる。ヒコロヒーが言ってた。ミョンドンどうやった？いや、屋台全部美味しそうでしたね。アタックしてきた。 あの、はい、今ほら今日一日デートしてたやん。しましたね。あ、でもこれじゃおもんないとということで、韓国のダーツバー、バレるのかバレないのか。あ、我々、我々はバレない。いや、言うて日本人選手が結構人気あると思うから、なんかサインとかパーセーブみたいになったら、はい、俺の勝ち。勝ちならんかったらルールの勝ち。俺の勝ち。セイコさんがですか？セイコさんがバレるのかどうか。逆でもいいよ。お互いどんだけ認知度があるのか。はいはいはい。じゃあバレた人がもうクリア。そういうことですね。バレへんかったらアウトにしよう。よっしゃ。フェニックスの店やと、はい、やっぱ絶対バレちゃうから、はい、そこはダーツライブのお店にしました。あ、ここダーツライブですね。うん、はい、今日のお店ここ BDK スタジアム。 BDK スタジアム、はい。あ、だからダーツライブのお店やからハードル上がりました。ちょっとバレへんかなと思う。バレへんかったら負け企画。はい、はい、行ってみましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。4階です。バレるかバレへんか、絶対俺はバレないと思います。俺はですよ。聖子さんはバレると思います。バレるかな。はい。入り口はまだ左。あ、ここです。どうでしょう。知ってる人がおったか。まさか。知ってる人がおる。知ってる人がいた。まあでもこれはほら、今友達やから店員さんが知ってるかとか。そうです。あ、王さん。あ、そうです。今ここは知り合いやから、まだ言うて。店員さんが俺らのこと知ってるかどうかを聞いてもらおう。네 혹시 이분들 아시나요? 알고 있습니까? 이분에서 우리나라 선수絶対 知ってる と 아 知ってる? 両方 あら トルさん と 세이고さん 아の 僕の名前 わかりますか? 이름 알고 계시나요? 아 Thank you. 감사합니다. 이분은 이분은 방금 별장에서 봤는데 네얼굴은 아는데 이게 모르 아 今 あの 顔は分かるんけですけど 名前が分かんなくて 俺だからあれじゃなかった。どっちでしたっけ？負け。顔だけ分かるから名前を、名前分かんないから。それはどうなんでしょう。気分いいからなんかいいよ。俺負けでいいよ。じゃあちょっと商品見に行きたいと思います。まあ大体こうカードね。セイントセイヤ、キティちゃんとかある。あ、モンスターとか売ってるやん。あ、俺のもある。ありがとうございます。ほんまに、うわ懐かしい。これ吉村シャクト、
何これ、ゼウス、韓国のなんか古いバレルやな、これ。これも X プラスダーツってあったな、なんか昔。キングス、ジーズ、見たことないな、これ。ブルーズファイター、ブルーズファイターはね、韓国のブランドですね。あー、でなんかこの辺レアカードかな、誰かのなんかコリアンツアーカード。めっちゃあるね、アルティマターゲットのキャップ、ダイナスティブルーズファイターケース、まあだいたいこの辺は日本でもよく見るやつね。けどこれめっちゃ懐かしい、このアルティマのケース昔持っとったな。あ、ブルーズファイター、ここにもある。ちょっとね、向こうのコンドラあるんですけど、荷物いっぱいありすぎて通られへんから。あ、ここの辺トリニダードや。ブルーズファイターのコンバージョンとかある。え、コンバージョンとかめっちゃいっぱいあるな。アルティマのシャフトとかめっちゃなんか、ほな、ターゲット、ターゲット、この辺はね、はい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 。あ、また出てきたブルーズファイター、なんか同じ感じやなこれ多分。L シリーズ、 L シリーズ、僕のフライトがあった、ありがとうございます。どうした、フライトの、うん、セイゴさんのフライトあるよ、残ってるんですか。あるよ、私全部買っちゃったんですけど、ね、あるよ。あ、新しく買い足しですね全部買っちゃいます。なんかオリジナルバレルかなこれ。あ、ブルーズファイターのなんかオリジナルバレルみたいなやつだね。なんか昔のあれみたい。ちょっと反射して見にくいかな。でもなんか5000円とか4000円とかやね。でまあこの辺がまあフィットとか、あら、シューモモ、ブルーズファイター、カラビナ、チップホルダー、グラム、トリニダード、何これ、オーバーテイク、あ、なんかザオーラル的なやつかな。いや、めっちゃ日本語やんこれ。日本のやつか。はかり置いてんのいいよね、なんか。日本のバレルです。なんか気になるのあった、モンスター、懐かしいです、フルスいや、いっぱいいます。デスペラード、オーガ、ゴースト、レイピア、ゴーストとかみんな使ってたもんね。そうですね、欲しくなっちゃいます。まあ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 、こんな感じです。花さん来た。こっちで花さんの声してたのに、ゲームショーと言ったで。
ハロー、セコン、ハロー、ハロー、ラスが来た。まあ、結果、はい、最後ご飯食べるけど、はい、賭け的にはまあ俺負けでいいよ。そうですね、なんか試合に負けて勝負に勝ったみたいな。今日もお肉食うらしい。あ、青かったね。じゃあ全部美味しいですからね、何食べても。最終日ね、はい、美味しいもん食べて、食べて帰りましょうね。基本なんかバーベキュー的な焼肉屋さんみたいなめっちゃ多いな。サムギョプサルやな。豚の消費量すごいんちゃう。これは何やろ。これも肉か。ここも肉。あ、これも肉。え、全部有名なお店ですって。あ、ここ、お肉屋さんばっかりやん。外食したら大体お肉屋さんですね。あ、そう、ここも焼肉。ちょっと待って、焼肉屋ばっかりやん。辛麺屋って書いてある。日本や絶対。ほら、辛麺屋って書いてある。むちゃくちゃ辛そうやな、これ。むちゃくちゃ辛そうやな。ホルモン焼きって書いてる。あ、本当だ。また肉。また肉。向かいも同じ店なんかな。同じ店じゃない。いや、違います。ネオンとかさ、作りも全く一緒や。これなんて町？新町と、新町のベルピッコリ。わからん。はい、来てまた一軒挟んでまた焼肉。この通りだけで10軒以上並んでんねんけど。これは何やろ。キムチ、トッポギ、うん、トッポギ、はい、基本バイク突っ込んでくるからな。なんで看板にこの絵なんやろ。ここが居酒屋っぽいな。これ、はい、居酒屋っぽいな。どう見てもどう見てもコーヒー屋やねんけどな。なんかゲームの絵書いてある。これ何屋さん。これ、あのプレイステーションがある、うん、店です。ゲームができる。あ、そう、部屋の中でとかネットカフェみたいなやつですね。あ、ネットカフェみたいな、はい、プレステのねえ。魚の絵描いてんで。そうです、鮭。鮭とユッケとエビ。鮭とユッケとエビ。魚、肉、魚やの。そうです。あ、また肉食うてるやん。肉食いすぎちゃう、ちょっと。あ、なんかちょっとバーっぽい。ここバーです。バーやね。手作りビールとか。手作りビール。韓国の手作りビールって、うん、売ってるやつをあげるだけですよ。韓国の手作りビールっては、うん、実は手作りじゃなくて、うん、ただ売っているやつをあげて手作りなんだという店が多いです。手作りって言ってるけど、はい、売ってるやつ出してるってこと。そうです。それはあかんやん。また趣のある。趣あるね。ここは水カルビ、うん、水カルビ、はい、水カルビ。趣あるね。食堂いいね。合言葉は最高。メニューから日本語が消えるだけで、一気になんか本場感出るな。一気に本場感出るな。どうやらこの女の人はアイユっていうすごく有名なあの歌歌ってる人らしくて、メニューはこれしかないらしい。こ, れあれ、そうです。こっち全部酒やって。これ前のお店。これ何？ヨギナム。日本語で探してみましょう。ワカメみたいな感じ？他の店でも出てきたんですけど。あ、センキュー。センキュー。あ、基本なんか落としてキムチ絶対出てくるよね、これ。キムチ。餃子、ニンニク、ナムル。餃子、ニンニク、ナムル。こうやって書いてみました。餃子、ニンニクのナムル。はい。これ？はい。ニンニク？ガーリック。ニンニクやと出てますね。一応。ガーリック。はい。こっちじゃなくてガーリックは。こっちは普通のニンニク。
こっちは餃子ニンニク。餃子ニンニクのナムル。なんか来た。すげえ。すごい。と見た感じ、お肉を煮込んでニンニクとちょっと辛い感じのパウダーがかかってる。でこれ何やったっけ。探してみます。難しいんだ。餃子ニンニクの餃子ニンニクのナムル。めっちゃうまそうじゃないですか。これだからニラとキャベツを入れて。プッチ。これとこれを入れて混ぜて食べます。これは日本でニラ。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 でこれはエリンギ。これはプッチ。まあ、プッチ。これはあこれエリンギだ。エリンギです。エリンギ。エリンギ。これは韓国ではなんていうの。これですか。うん。これあれ。あっち。プッチ。プッチ。あこっちは。ホギバです。ハザ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 。エリンギ。ハザ。ハザ。エリンギ。エリンギ。プッチ。プッチ。プッチ。ハザ。ちょっとなんか醤油ベースの出汁みたいな匂いせん。はい、醤油ベースです。ね、はい、世界の中では、うん、一番高いらしいですよ。何の中。世界で、この何だ、世界の中でナムルとしては一番高いらしいです。世界の中では一番高い。はい、多分ナムル界では。はい、最高級のナムル。そうです。エクスペンシブなナムル。これ名前何やったっけ。今探してみます。はい、はい、餃子ニンニク。餃子ニンニクのナムル界ベリーエクスペンシブナムル。酢だねこれ。そうなんですよね。ニンニクではない。ちょっとニンニク入ってる。酢漬け。酢やねこれ、うん、で鍋奉行。鍋奉行。伝わらないですよね。いやもう全部やってもらっちゃって。鍋奉行。あ奉行。鍋奉行は、はいはい、これはね、ナンバーワン。キングやな。これはなんかあのソウルとかじゃなくてチョンジュ、チョンジュの名物らしいです。チョンジュソウルフード、うん、そこでソウルフード出すとなんかややこしくなりませんか。そうね、そうね。ソウルなのかチョンジュなのか。なんか今気づいたよね。はい、上シャンデリア。これペットボトルやの。マッコリですって。マッコリのペットボトル。えぐいて。これの食べ方です。全然気づかない。食べ方、はい、食べ方が綺麗。うん、綺麗、うん、それをソースでブース。ああ、はいはいはい、うん、ああそれを一緒に食べろと。はい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 、まあ、基本的になんか焼肉ナムルで包むみたいな感じよね。そうですね、うん、いざ実食。確かにこのさ、この感じでこの酢漬けのナムルを一緒に食うっていうのがなんか巻く、これもどんな味なんやろ。焼肉と漬物一緒に食うみたいな。マシですか。良かったです。マシ？マシそうよ。美味しい？美味しいです。結構辛いかも。これかもしれない。ソース、ホット。チリ。チリソース。でもこの酢漬けが、うん、あのナムル、うん、なんかちょっと緩和してくれます。ああ。やめてください。覚えてないから。餃子ニンニク、餃子ニンニクのナムル。すーやて。おお、これは、
なんかおっくんばチャーハン、すげえ、これ絶対うまいよ。醤油ベースのさ、タレで煮込んだ肉を食った後の出汁に韓国焼き飯みたいなの掘り込んだのが絶対うまいよね。美味しいね。絶対美味しいと思います。これは、はい、で要は雑炊ってことでしょ。そうですね、チャーハンではなく普通はチャーハンですけど、うん、ここは少し違いますね。ここ雑炊なんだ、はい、これ絶対うまいでしょ。これ絶対美味しいと思う。全国の鈴木徹ファンの皆様、熱々の雑炊をちゃんと冷ましますよ。熱々で、まあ、冷ましますよって言うってことは待ってください、ね、いやいや、いかんで、ね、いかんで、ね、いかん、危ない危ない危ない。辛いの？ちょっと吸っちゃったんで。あ、吸っちゃった、うん、美味しいです。マジそれよ、ちょっとごめんなさい、声が本当ですか。ご飯、美味しかった？美味しかったです。いや、その感じ美味しいな、顔やね。いや、全部美味しいです。美味しかった。韓国料理美味しかったよね。はい、うん、まあ、動画のね、締め、はい、はい、美味しかったに始まり、美味しかったに終わる。あ、そうですね、うん、食べてしかいないですよね。でもなんか優しくない？なんか飲み物サービスとか、本当はあのさっきのお店もね、なんか飲み物サービスでいいよとかね。そうですね、そうそうそう、ご飯屋さん行ってもなんかチヂミサービスしてくれたり。そうね、うん、基本サービスしてくれますね。韓国めっちゃいい。多分もう一回来る、イベント組んでもらおうかな。また来たいですね、韓国。そうね、うん、はい、まあまあ、 大したオチもないんですけども、あの皆さん、鈴木徹と行く韓国ツアー、あの最後までご視聴ありがとうございました。いや、本当に、ね、すいません、ちょっと何に謝ってんの？あの、何も喋れず、大して面白いこと何一つ言ってないんですけど、はい、はい、いえいえ、大丈夫です。今日はありがとうございました、はい、本当に、はい、じゃあまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。